生きているように動き、自己増殖までしていくロボットがいます。その名はゼノボット。今回は、自己増殖するロボット、ゼノボット、について調査したので、一緒に見ていきましょう。まず生きたロボット、ゼノボットについて説明するぜ。ロボットが生きている ?SF の世界みたい。2020年1月、世界を震撼させる研究結果が科学誌、米国科学アカデミー起用、で発表されたんだ。何ですと?これまで不可能だと言われてきた。生物とロボットを掛け合わせることに成功したという発表だぜ。つまり生きているロボットの開発に成功したんだ。一体何でできているの?材料はアフリカツメガエルの幹細胞だぜ。 100% 生物由来でできているロボットだね。アフリカツメガエルは名前の通り手足の先が尖ったカエルなんだ。手足の先が爪みたいに伸びているんだな。日本にいるカエルとは違うのね。名前はどうしてゼノボットなの?アフリカツメガエルは英語でスセノパスライビズというぜ。それをロボットを合わせて、ゼノボット、という名前になったぞ。かっこいい名前だわ。ところで材料になるカエルの幹細胞ってどこにあるの?幹細胞はツメガエルの肺にあるんだ。ほうほう。肺から幹細胞を取り出し培養するぜ。ちなみに幹細胞はいろんな細胞に変身する能力を持っているんだ。すごい才能だね。この能力を活かして、まず、皮膚細胞、と、心筋細胞、が作られたんだ。皮膚と心臓の細胞ってことね。そしてロボットの走行部分を、作られた皮膚細胞で代替したんだ。人間と同じような構造にしていったのね。そうだぜ。さらに動力源になっている部分には、自ら収縮や拡張する心筋細胞を代替したんだ。つまり心筋細胞があることで生きているように動くんだな。うわぁすごい。まるで生物みたい。しかし今度は難関な問題が出てきたぜ。なんですの?材料である細胞を使いロボットを組み立てることだな。金属でもなく細胞で作られるロボットだもんね。どうやって作ったの?まずコンピューターで形を設計したんだ。さらに、皮膚細胞、と、心筋細胞、の位置も設計図に取り入れたぜ。面白くなってきたわ。考え出された設計図は数千個だな。膨大な数すぎる。しかし、どの設計図が最適かはわからない。研究者たちは何百もの細胞を取り出し動く設計図を考えたぞ。忍耐がいる作業だね。その結果タフス大学で作られた設計図が一番良いということになったぜ。ついに設計図ができたんだね。だけど今度は設計図に書かれたフォームに一致するよう組み立てなきゃいけない。難関の連続だわ。研究者たちは細胞を成長させながら壊さないように組み立てていったんだ。私ならドキドキして手が震えちゃいそう。こうして完成したゼノボットは人間の脳のような形をしていったぞ。ちょっと不気味。よく見たら可愛いかも。体長は1ミリメートルしかないんだ。思った以上に小さいね。ゼノボットは細胞内のエネルギー量に合わせて動き回ったぜ。なんだか可愛い。でも、どうして動くようになったの?材料になった幹細胞には繊毛という微小な毛が生えているんだ。繊毛って何かしら?カエルの肺などの粘膜の表面にある細く短い毛だぜ。表面についていることで異物を排除する役割をしているんだ。大事な部分なのね。繊毛を使うと自由に動き回ることができるぜ。なんと。このような仕組みでゼノボットは動くようになったんだ。カエルとして成長することはないのかしら?そうなんだ。疑問によく思われることだけれど、ゼノボットは誕生時の姿を保ったまま成長していき、一生カエルにはならないらしいぜ。また行動も生涯カエルには全く似ることはないぞ。カエルの細胞からできていても、全く違うように成長するんだね。そうだぜ。ロボットだから永遠に生き続けるの?それがゼノボットには寿命があり10日程度しか生きることができないんだ。理由は消化器官や脳を構成する神経細胞、血管がないからだな。短い人生なのね。さらに半分に切断するとどうなるのかという実験も行われたぜ。痛そう。死んじゃったんじゃないの?それが切断されたゼノボットは自動で自分自身をつなぎ合わせることができたんだ。マジシャンみたい。自分で怪我を治すことができるんだね。他にも目的地に向かって移動すること、物を運ぶこと、集団行動することも可能なんだ。本当に生きるロボットだわ。2021年3月にはアフリカツメガエルの幹細胞を集めて塊にして成長させたぞ。数日が経つと、一部の細胞が分かれて動くのに必要な繊毛を新たに作り出したんだ。すると前回のゼノボットよりも動くスピードが倍になったぞ。ゼノボット同士で競争させてみたい。さらに皮膚細胞と筋肉細胞を合わせると水中歩行も可能になったぜ。
水中でも動けるようになったんだね。研究は重ねられ、今度は皮膚細胞だけでもゼノボットを作ってみたんだ。受精から24時間が経ったカエルの肺から皮膚細胞を取り出し、培養するという作り方だな。培養された皮膚細胞は置いておくと勝手に球状になったんだ。自力で形を変化させたんだね。さらに鞭毛まで勝手に生えてきたぞ。鞭毛ってどんなものなの？糸状の突起でよく精子が鞭毛を動かせながら泳いでいるだろ？おたまじゃくしみたいだね。鞭毛が生えたおかげで、ゼノボットは水中でも素早く泳ぐことができるようになったぜ。すごいわ。でも皮膚細胞の塊だけで脳や筋肉はないんだ。じゃあ勝手に体が反応して泳いでいるのかな？しかも皮膚細胞の塊だけだと砂糖水を入れれば4ヶ月も生きたんだぜ。ますます不思議。この性質を研究者たちはゼノボットの開発に利用することにしたんだ。とにかく陸上でも水中でも素早く動けるようになったんだね。さらに2021年11月には自己増殖することにも成功したぜ。ついに来た、自分で子孫を残していくってことだよね。その通り。じゃあ次はゼノボットが自己増殖することに成功した話をするぜ。ワクワクする。2021年11月30日、米国科学アカデミー起用に、再び世界中が注目した研究結果が掲載されたんだ。それこそがゼノボットが自己増殖に成功したという発表だな。どうやって自己増殖したの？まず研究者たちはゼノボットの形を変えれば自己増殖可能になると考えたんだ。つまり再び設計図を考えなくてはいけないってことだな。大変そうだね。研究者たちも悩んだ末に AI を使うことにしたぜ。調べた形状の数はなんと何十億だぞ。目が回りそう。研究者たちは何十億もある形状一つ一つを、どのような動きをするのか、どのくらい子孫を残せるのか、と調べていったぜ。めちゃくちゃ忍耐のいる作業だね。その中から他の形よりも次世代を残す能力がありそうな形を見つけていき、少しずつ細工をしていったんだ。難しそう。そしてついに試行錯誤の末、自己増殖する形を見つけたぜ。どんな形なの？円形の一部が欠けた形だぜ。パックマンに似ていると言われているな。確かに、急に可愛い形になったね。この形のゼノボットを、皮膚細胞と心筋細胞が入る皿の中に入れたぞ。すると口のように欠けた部分を使いゼノボットは、掃除機のように皮膚細胞と心筋細胞を回収していったんだ。面白い。私も吸い込まれてみたい。回収されていった皮膚細胞と心筋細胞はゼノボットの欠けた部分の中で大きく成長していき、新たなゼノボットになり動き出したぜ。ちょっと待って、皮膚細胞と心筋細胞を集めると動き出すの？頭が混乱してきたわ。どうして動くようになるのか説明するぞ。作られた皮膚細胞と心筋細胞はバラバラになっていて、もともとは合体はしていないんだ。だけどバラバラになっている細胞を集めていき、ある程度の大きさになると、細胞同士が重なって混ざり合い急に動き出すんだぜ。こんなからくりがあったんだね。つまりゼノボットが欠けた口で集めた細胞を別の皿に移すと、新たなゼノボットとなり動いているぜ。なんだか生命の誕生を見ているような気分だわ。勝手に動き勝手に増えるんだね。こうしてゼノボットは次世代を自己増殖していくんだ。ずっと同じところに置いておくとゼノボットで埋め尽くされそう。研究の結果では5世代まで作ることが可能だとわかったぜ。子孫繁栄だね。5世代以上は増えないの？コピーされて生まれる新たなゼノボットは、世代が増えることにどんどん小さくなっていくんだ。そうなんだね。3世代目になると小さすぎて自発的な機能がなく死んでしまうことも多いんだ。じゃあ5世代目まで行くのは奇跡なんだね。その通り、初代ですら環境が整っていないとすぐに死んでしまうぞ。意外と体は弱いのね。消化器官や神経細胞、血管がないから成長や代謝ができず弱ってしまうんだ。儚さを感じるわ。次はゼノボットの未来についてだぜ。どんな未来が待っているの？ゼノボットは少しの準備さえすれば、あとは何でも自分でできる才能があると期待されているぞ。確かに何でもできそう。特に環境問題や医学の分野には大きく貢献すると考えられているぜ。すごい。まず環境面では問題になっている、海洋に漂うマイクロプラスチックを回収してくれると期待されているな。マイクロプラスチックは5ミリ以下の小さなプラスチックのことだぜ。プラスチックって自然分解されるまで時間がかかるよね。そうなんだ。マイクロプラスチックの量は2050年には魚の量を上回ると言われているぜ。海がドロドロになっちゃうじゃない。だからその前にマイクロプラスチックをゼノボットに回収させるんだ。本当に回収はできるのかしら？
実際によく似た実験をした研究者がいるぜ。ゼノボットを開発した一人のサム・クリーグマン氏だな。クリーグマン氏は実験で使うシャーレに染料やシリコンで覆われた鉄の粒子を入れたんだ。ほうほう。するとゼノボットは粒子を寄せ集める動きをしだしたぜ。賢いね。ゼノボットは人間が入れない極限に狭い場所も入れるから、隅々まで綺麗にしてくれるぜ。ゼノボットが回収したマイクロプラスチックはどうなるの？どうやらゼノボットにはマイクロプラスチックを分解する能力があるみたいなんだ。すごいね。そして分解されたものからエネルギーを取り出すみたいだぜ。悪い物質を再利用までするのね。私の家も掃除してほしいわ。また細胞の遺伝子を書き換えることで、通常は緑、異常時は青く光るということも可能だぜ。だから放射能や光害などがあれば光って知らせてくれるってことも判明しているんだ。重要な役割だね。また放射能を分解する力もあるみたいだぜ。人間がやると命に関わる作業もゼノボットなら余裕でしてくれるかもしれないってことだよね。また医療では人間の動脈や血管を掃除してくれるかもしれないぞ。ゼノボットを体に入れるの？ちょっと不安だな。AI によって行動の模擬実験が行われているから安心だぜ。それにゼノボットは小さい物質なら運ぶことができるんだ。運びながら周囲の物質も押してゆっくり動くこともできるぞ。つまり血管に詰まったゴミを運搬してくれるってことだな。動脈硬化予防にもなるらしいぞ。それは嬉しいわ。ドロドロの血液になったらゼノボットを投入という日が来るかもね。また、このような機能から毒性物質も消化できると言われているな。いろいろと有能すぎる。私の体内と頭の毒素も吸い込んでほしい。また体内の特定の場所に薬剤を届けたい時にもゼノボットは活躍するぜ。特定の場所までたどり着けるのかしら。薬の動きに合わせてゼノボットに薬を運んでほしい場所をあらかじめプログラムしておくんだ。そうすることで薬が散らばらず目的の場所にまで薬剤を運んでくれるぞ。大活躍だね。さらに将来的には再生医療にも使えると期待されているな。他にも電子回路の修復や食べて成長するロボットの登場にも貢献するかもしれないぞ。才能が溢れすぎているね。とにかくゼノボットの可能性は無限大だな。でも逆に怖いことはないの？もちろん危険性もいろいろと指摘されているぞ。次は怖いと言われるゼノボットの闇についてだぜ。闇って何？ドキドキしてくるわ。実はゼノボットの開発資金の一部を、軍隊で使用する技術などを開発している国防高等研究計画局が出していたんだ。ゼノボットも戦争に使われるってこと？その可能性も十分あるぜ。しかもゼノボットに関する法的な規則はまだない状態なんだ。法律がないってことは怖いことに使われても何も言えないってことだね。その通り、生命の危険が脅かされることに使われないためにも、先に法律で規制した方が良いと言われているぜ。なんだか怖くなってきたわ。さらにゼノボットは、人間のプログラムした内容以外の行動を行うことはできないんだ。つまり寿命が来るまでプログラムを実行し続けるぜ。もし怖いことがプログラムされていたらゾッとするわ。さらに新しい生命体を人工的に作り出してしまうという危険性も指摘されているぞ。私、眠れなくなってきちゃった。だけど研究されているゼノボットは体が弱く、限定された研究室内でしか生きられないんだ。寿命も短いものね。だから今のところ、研究室から漏れ出しても人体などに影響はないぞ。今のところは、とりあえず安心だね。しかし今後さらに研究が進むと喜びと同時に恐怖心も出てくるかもしれないな。良いことにだけ使われてほしいわ。最後はゼノボットはロボットなのか生命体なのかについてだぜ。これはかなり議論されていることなんだ。揉めそうな問題だよね。そうだな。まずロボットは、人の代わりに自力で行動するもの、を言うんだ。この意味ではゼノボットはロボットであると言われているぜ。確かに人のために動くよね。しかし他のロボットとは違いゼノボットは、生きたカエルの細胞から作られるんだ。子孫も残していくものね。ある研究者は、ゼノボットはプログラム可能な生物だ、と語っているぞ。難しい問題。今後もゼノボットがロボットか生物かについては、論争が続けられると思うぜ。視聴者の皆様は、どちらだと思いますか？以上いかがだったでしょうか。今回は、自己繁殖するロボット、ゼノボットについて、を取り上げました。将来ゼノボットが日常生活に欠かせない日が来るかもしれませんね。ぜひ、感想があれば教えてください。ご視聴ありがとうございました。